ハマクサギプレムナマイケロフィラは、ヒソカの樹木。葉を揉むと悪臭がある。落葉性の小高木。若枝には多少毛があるか、あるいはほとんど毛がない。傭兵の基部にある幼賃は強く発達し、その節の部分は横に少し膨れる。葉は甲卵系から、卵状大円型で膜質。長さ4から1 2トル、幅2.5から7トルで、円は、 ほとんど滑らかか、あるいは数体の先端が鈍くと尖った巨子がある。葉の基部は急に狭くなって、長さ0.5から1.5センチメートルの傭兵に流れる。葉表と裏は共に無毛化、または葉脈の上にだけ毛がある。また葉を揉むと悪臭がある。側脈は3から4体あり、葉の表裏の両面に突出している。また、砕脈や網脈は、 葉裏からはっきり見て取れる。5から6月頃にまばらに黄色い花をつける。花は円水果樹につき、果樹は茎の先端に出る。果樹は円水型をなし、長さ5から15センチメートル。果樹の枝は股状に分子し、分岐点には線状の小さな筒がつく。個々の花の柄は糸状で、長さ約1ミリメートル。額は小径で、長さ2ミリメートル。 口には五葉がある。果敢は淡い黄色で筒状をしており、長さ5から10ミリメートルで口の部分は4列して開く。果実は休憩で国士職に熟して計4ミリメートルほどになり、その基部には計4ミリメートルほどの安定の宿材額がある。和名の意味は浜草木の意である。本州では近畿地方異星、四国九州から琉球列島の一部に分布。 国外では台湾からも知られる。海岸または海に近い場所に生える。ハマクサギ族は世界の熱帯域を中心に約200種が知られ、日本には3種が自生する。ただし、九州以北の日本本土に生育するのは本種だけである。琉球列島には他に2種がある。台湾ウオクサギピースレイティフォーリアは琉球列島に広く見られる種で、やはり海岸に生える。 花は白くて、花筒の長さが3から4ミリメートルと本種より、はるかに小さい。ルゾンクサギピーナウセオサワ花が、さらに小さくて、花筒は2ミリメートルほど。この種は日本では、石垣島からのみ知られる。これら2種はいずれもさらに南まで分布がある。その悪臭を利用し、鹿児島県ではこの木の枝を畜舎などに吊るしてハエを、追うのに用いるという。ハエを、 へと呼ぶことからこの木を、ヘガラの名で呼ぶという。以下、主として、初島、P522 佐竹ほか、P214 巻の、P519 佐竹ほか、P214 巻の、P519 以下、佐竹ほか、P214 川久保、P268。ありがとうございます。